日本埼玉県埼玉市大宮区神尾町神尾町は埼玉県埼玉市大宮区の町名である。現行行政地名は神尾町1丁目から神尾町4丁目。住居表示水市地区。郵便番号は330-0803。埼玉市大宮区の北部に位置する。中央を氷川神社の参道が縦断し、それを境に東が1.3丁目。 西が2丁目、大宮公園が4丁目となっている。町域は大宮台地に位置する。地区北部の定地は、かつての見沼の入り江であり、そのほとりに、日川神社が建っていた。現在は、入り江は埋め立てられ、大宮公園として整備されているが、冒頭池などが見沼の面影を残している。神社の鎮座する地は、大宮台地の上にあり、 その中でも花のように高く突き出た位置にあるため、一帯の地名は、神尾町と呼ばれた。町域から縄文遺跡が複数発掘されている。また四丁目に、弥生いの住居跡が発掘され、建築石となっている。住宅地の地価は、2015年1月1日に公表された、工事地価によれば、神尾町三丁目139番3の地点で29万8000円。 平方メートルとなっている。かつてこの一帯は、江戸期より存在した足立郡大宮領に属する神尾村で、村域にあたる場所は古くは、安土桃山期より存在した神尾郷に属していたと言われ、1591年より、氷川社の社領となる。なお、神尾は高曽根とも記される。村高は、元禄郷町では48国余り。 天保号町では289国余りであった。持ち天神殿はいずれも幕府領で1725年、開発された見沼神殿や1761年、及び1787年に開発された、寿木農原神殿を領する。スケ号は、中仙道大宮塾に出役していたが、聖徳、安永年間は、日光成り街道大門宿にも出役していた。村の規模は、 東西四町、南北十八町であった。上山沼村と大宮宿の間や、上山沼村と新江門神殿の間にも、飛び地を漁していた。大宮大地が、低地に、花のように高く突出した場所であることからにあるため、神尾町と呼ばれる。2017年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。北西端を東部の打線が通っているが駅はない。最寄り駅は大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅のいずれかである。ありがとうございます。